広報担当の佐々木ですよろしくお願いししまます社員賞をいいいたただきました <laughs> はいいつも私たちの事務所の社員証も持ってないのでこれは今日の69人みんなそうだったと思うんですけどこれをつけるだけでちょっと背筋がシゃんとするような感じがしてお気に入りです。あ ないです、ね、あ,のあんまり先ほどもあのかなこちゃんに社長を押し付けたかったんですけどなんかやんわり断られたような形になっょっとあんまり即答いただけなかったので社長でもやっぱ一番最年長はねえりちゃん まさかのまさかでしたね。いやでもダントツ最年長だから。まあまあ年齢で言ったらね、私になってしまうんですけれども。けれども。いやでも結局一番しっかりしてるのは私。ああ確かいやでも私も結構しっかりできると。ああできる。もしたら私アリンと同じ年齢。あです。年齢とか関係なくなっちゃう。えでも私もアリンもねすごい尊敬してるんで。名古屋から行こうかな。 じゃあ私が違うんですよ、違うんですよ、違う何が違うんですえ何が違うんですか、えーえー、そんなあの、ちょっと勘弁してください、本当に、<laughs> あんまり即答いただけなかったので、まあ他のうちのメンバーもあんまり頼りがいがないので、はい、今のところ、他のメンバーは役職はないです。<laughs> そううですね…うん… あのでも今回、私が広報という担当をいただいたのでビシバシうちのメンバーをはじめ他のみんなも教育していきたいと思います。